のに。だから落ち着いて。うん、しおり、うん、元気の出るおまじない。あにゃしおり、どこでそんなの覚えたの？あのね、お父様とお母様がやってたの。 あれだけ重症だったのに、目が覚めたらすぐ食事をせがむなんて浅ましい。食らうがいいわ。あ、これわざ。おいしいでしょ。死ぬかと思ったわ。うまかったけど。出来たて、 いえ、ふかしたてよ。なんだよその決め顔。リゼちゃんも取るよ。だったら首を傾けて、口に手を当てて、ニコニコ。すぐに決定。どうした、元気ないのか。ハスキーが慰めてあげよっか。エッチの意味じゃないからな。勘違いしちゃダメだぞ。犬塚なら出て行ったぞ。マジか。おー、エル。すまなかったな、エル8号。お前まで原骨食らわせて。多分心の中でいろいろ文句垂れてるんやと思います。お詫びにジュースを盛るよ。じゃあうちコーラ。お前は違う。あら、私今密室に男子と二人っきり。あのさ、で、あのさ、なんと庶民的な触り心地。トラビアン、カーテンマニュアの私もうなっちゃいますわ。すげえ可愛いけど、すげえ変な子だ。ほんとごめん、憧れるようなやつじゃなくて。今まで鈴たちが勝手に盛り上がっちゃって言い出しにくかったんですね。スズ、でもそんなとこが大好きだ。すみませんでした。ふざけるんじゃないわよ。先輩のそんな普通サイズの心がありがて。でもそんなところが大好き。お兄ちゃん、今日はオムライスとバナナクレープが真冬のおすすめだよ。あ、でもイチゴとラズベリーの杏仁豆腐もいいな。バナナクレープ、やっぱバナナクレープ食べたいな。はい、ありがとなの。さて、どうすっかね、このワンパク。このスタイルが一番安全かな。またさかな、好きに遊んでいいぞ。おう、だな、この作戦はいかん。うぅ、あずさ、ダメだ、戻って。無理無理。うわぴょぴょ、ノロノロ、ウホウホ。どうなってんのこの公園。